ラーナイトエッセイザジオ。一番好き。まともに言った。今回すげえ、初めて聞いた。一番好き。おーない。今日久しぶりのホラーナイトということで、皆さんお待ちかねなんですけれども、はい、さっきね、上とね、上にね、京平とターボがいて、はい、俺とノリが2人で下でくっちゃべってたんだけど、うん、声しまくってたよ。やばかったよ。マジ俺ら2回で一切声なかったよね。いよいよなランクまで来たなと思ったのが、声してんなで終わって、そうカメラもう向けないもうほんまにそのレベルですよ。いよいよ本価値でそうなった。何にも思わなかったんですよ。幽霊より世間話だった。おかしいおかしいおかしい。でもさすがにそこが俺光った。風呂場が勝手に光ったからこうなった。まあ、本日も1個とんでもないものが映ったので、まあ、そちらがメインで紹介していきたいんですけど、おーあらら、まあ、まずね、番外編気づいてないシリーズなんですけれども、1個やばいのがあって、ジャンヌとかたまもちゃんとかとコラボした時に、なんと怪奇現象が動画で紹介できてないやつだけで、はい、5種類以上あります。5種類以上ありすぎない。やばいよ。紹介してないやつね。そちらを改めて紹介していきましょう。ほんとこの時も紹介できてるやつでさえ結構ありない量が起きてたんだけど、それだけじゃもう拾いきれなかった。はいはい。ということで、まずですね、急に光る系が、まあ、これも変な話なんですけど、光るだけで10箇所ぐらいあります。10箇所。ただもう2個ぐらいに、2個ぐらいしか紹介しません。これに関しては怖い怖い怖い。見てるみんなも皆さんもやっぱ超えてるんで、光ぐらいだったらね放置するかもしれないんで、行きまーす。これ動画なの。これをさ、ここ家来て瞬間。これ動画なの。これをさ、ここ家来て瞬間。ああすげえ。ああ。ここ。分かった。分かんなかった。表面の服が。俺の服だ。めっちゃ深かった。これ動画なの。これをさ、ここ家来て。おお。ありえへん。後々見たらいろんな動画が光ってるとか。え？コメントでもよくあるけど。ああ確かに。この辺とかが光りやすい。次が。バチッとなってたね。めちゃめちゃなったね。ちょっと3分49ですね。ほら、押せない、ほら、押せない。これやばくない？あー、すごいわ。すごいよ。なんなん、なんで一人だけ光ったりするんだろうね。でも続いて早速声なんですけど。はい。俺らもはい言うてるわ、普通に。びっくりしたよ。7分32秒です。この動画は、聞くたびに吐息かな。その前のフォーンが SE 効果音で、その後は全く入ってないのでため息ですね。まあ本当いつも言ってるからわかると思うんですけど、こんなレベルがそんなマイクの音でマイクの至近距離で聞こえないから、相変わらず起きてるっていう。相変わらずですよね。相変わらずバツバツしてますよね。続いて10分16秒女性の声が聞こえると。なんか女の人の声してる。こっちのね、また聞こえないんですよ。うわこれは気持ち悪い。あ、これは気持ち悪い。これはやばい。これは気持ち悪い。感覚戻った。感覚戻してくれました。これは気持ち悪い、しっかり気持ち悪い。これはやばいって。これこのタイプ、どうしたの今。ふーって言ったよね。そうでしょ。今めっちゃでかく、なんか何も言ってない。うわしかも正義がさ、女の人の声してねって言った直後。あ、俺が聞こえてたのじゃ。やばない、女の声しない。うん、うわ耐えてん。気持ち悪いな。それにしても、もういった。今のはもう違うわ。それは違う。同じ声した。これでしょ。けどさ、俺さっき聞いた声一緒だわ。じゃない、女の人の声。いや俺今がっつりすぎてちょっと前向けない。そう、嫌なのよ、この片耳だけ聞こえない。続いて10分20秒です。うわ近いね。ジャンヌさんとタマオちゃんの方でも、はい、この家でこれんだけ入ってる。ため息か。ため息だ。帰りのテンションと運転の差だもん。顔リプレイしてほしいもん。最初の俺が舐め切ったら、ねえ声してんなで終わって、そうカメラも向けない。幽霊より世間話だった。続いて10分30です。カーズが光ると。チャンネルトラフ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。高評価よろしくお願いします。うわぁ、嘘でしょ。そんな光ることあるか。え、色変わってもう、そんな光ることある。色変わってたね。あと光ってんのはあと10箇所ぐらいあるんですけど、まあそれはまとめて、他に声も4つも入っているっていう、この動画の。もう何も喋ってない。喋ってないよね。おぉマジか。1個は入ってるべ。うん、絶対やばいわ。ということで、絶対やばいわ。ということで、絶対やばいわ。ということで、ということで、
概要欄に貼っておくので、まだ見てない方ぜひ見てみてください。見てください。気を改めまして、こっからが本日のメインなんですけれど、ニューヨークでたくさん都市伝説撮ってきたんですけど、その時に僕の部屋で怪奇現象が起きて、ニューヨークでですよ、その話をしたホラーナイトがあるんですけど、その動画に結構本当にヤバいのが映りまして、まず最初に声が聞こえるので聞いてみてください。よく一人で撮れたね。いや、なんかでも怖い、怖かった。あ、俺、あ、これタボや。あ、なんだ、くしゃ、よかった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 、俺で。まあ僕らガチな分、違うのは違う、違う、安心してください。2分58秒、影がね、僕の後ろにいるんです。やばくない？え、鳴ってますよね、今鳴ってましたよね。うわ、うわ、で、めっちゃくっきりやったよね、最初ね。この後3分も3ぐらいではぼやーっとしてる。これ消えて、で、でそこから今鳴ってましたよ。おお、待って、やばい、やばい、これ何、これ何、え、どういう現象、え、何、うわー、うわ、水なんかプシューって。一応部屋移しとく、一応部屋移しとく。え、なんでこっち向いてない？なんで急にこっちこうなの？物の影だったら動かないんで、これ多分ガチの人影だな、おかしいわ。見比べてもらえればわかります。概要欄に貼っておくので、ちょうど今見ちゃったんですけど、次に紹介しようと思ったのがこの3分8、7と間の7、8。ああ、そうなんだ。ああ、なるほど。この、一番これはくっきりしてます。だからその3分3ぐらいと比べてもらえれば、もうおかしいってすぐわかる。そうだね。まあ、道理でコメント欄のみんなが騒いでたんで、続いてが最後の閲覧注意映像です。おお、最後ですか。もうやっと最後。先に言っときます。顔が映ってます。え、え、え、俺これ撮ってる時確かに変な感じはあったもん。だから回したんだろうし。ホラーが好きな方は見てください。お願いします。どうぞ。不気味だなぁと思って。なんかあまりに普通にしてるんで、なんか。あれ、見えたよ。これ？どこどこ？ここだよね。うん。見えたよ。白いの一回出てきたよね。あ、本当だ。だよね。うん。耳みたいなの出てる。こっから目っぽいので耳っぽいの出てる。なんかあまりに普通にしてるんで。おお、待って、そう。目と耳ってそういうこと？片目でこっちを見てるみたいな。そんな感じか。やばい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 。てか動きおかしくなった今。壁じゃなかったよ。動いて出てたよ。あまりに普通にしてるんで、してるんで、してるんで、ほら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 、こう、あー、これ見てもらえば分かるんですけど、壁は最初あるんですけど、そう、こういう状態になってる、一瞬こうなって、テレビの前にいるってことですね。テレビの前と、俺の間の、俺の後ろ、間で、こう、まあ、これが変わるとしたら、壁だとしたら、こういう、一瞬こうなってる。そうだね。だから壁じゃないんですよ。完全に出てきてるね。で、これ、明るくしてくれた人がいるんで、こちらの画像を載せとくんで、それが一番分かりやすい。もうこれ、釣りじゃない？もうテレビの線、間があるじゃん、この白い。そうだね。もうそれをもう区切っちゃってる。テレビの枠に入っちゃってるってことだよね。そう、がっつり。人がいるんだ。顔って言われてるのが3分8と9の間にもあって、スクショとかして画像を明るくしたりすると分かりやすいみたいなので、ちょっとやってみてください。ということで、ニューヨークなのにも顔ががっつり入ったと、もう変わらず現象は続いているという報告でございました。いや、やっぱりあれだね、舐めて入らない方がいいわ。舐めてはなかったけどね、なんか変な感覚がまくってた、元気だったというか。これからも頑張っていきますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。次のホラーナイトでお会いしましょう。バイバイ。あまりに普通にしてるんで、してるんで、してるんで。常識の壁など壊せよ。もしならばこの手